ファントムディテクティブファントムディテクティブはネットパインズスリリングパブリッシング社から出版されたパルプマガジンのタイトルシャドウの次に発表された史上2番目のパルプヒーローであるファントムが活躍するファントムディテクティブ史の第一号はドックサベジ氏が刊行される1ヶ月前1933年2月に刊行され1953年の170号まで続いたこれは キャラクターもののパルプマガジンの発行号数としては、シャドウ氏の325号、ドックサベジ氏の181号に次ぐ第3位の記録である。最初の11号までは、ジー・ウェイマン・ジョーンズのハウスネームで書かれており、これはおそらく DL チャンピオンの筆によるものと思われる。それ以降は、ロバート・ウォーレスの名前が用いられた。このハウスネームは、エドウィン・バーク・ヒルザー、ノーマン・ダニエルズ、 ジャック・ダーシー、アナトール・カイ・フェルトマン、チャールズ・グリーン、W.T. バラード、ローレンス・ドノバン、ラルフ・オッペンハイムらによって用いられたものであるが、誰が、どの号を執筆したのかについてはほとんどわかっていない。ただし、リアソン・ジョンソンが第46号、静かなる死を執筆したとされている。再版されたものも複数あり、最も多い20タイトルが、ソフトポルノの出版元である。 コーニッシュブックス社から刊行されている。ファントムの正体は、若き大富豪、リチャード・カーティス・フォンドーンである。リチャードは幼い頃に孤児となり、それと同時に莫大な財産を相続した。第一次世界大戦以前の彼は単なる勇敢、プレー,ボーイに過ぎなかったが、戦争が始まると彼は、多くのドイツ軍機を撃ち落とした名パイロットとして、知られるようになり、戦争が終わった後は、 戦前のような自堕落な生活に戻ることはできなくなっていた。亡き父親の友人であり、クラリオン新聞社の社主でもあるフランク・ヘブンズはそんな、彼に警察が解決できなかった難事件を解決してみることを提案した。守備よく難事件を解決したリチャードは、これが彼の転職であると定め、冒険と危険に満ちた人生を歩むことを決めたのである。彼は自らに探偵術と、 法医学について全面的な訓練を行い、さらに変装と脱出の達人になった。彼はファントムを名乗り、やがてその名は世界中のすべての警察機関に知られ、尊敬を集めるようになった。こういったオリジンストーリーのほとんどは g ウェイマン・ジョーンズのハウスネームを用いた DL チャンピオンによって書かれたものである。最初の数号においてファントムの正体を知るのは フランク・ヘブンズだけであった。ある号では、ヘブンズが住む、クラリオン・シャビルの屋上に、ファントムの出動を要請する赤いビーコンが設置された、こともある。リチャードの人生を彩る、他の人物には、フランクの娘ミュリエルがいる。リチャードは彼女を深く愛しているが、彼の危険な人生に巻き込むことはできないと考え、自ら距離をとっている。ファントム・リテクティブ氏と本作に登場するキャラクター。 ファントムは映画化もされたリー・フォークによる著名なコミックストリップザ・ファントムとその主人公とは異なるものであり、混同してはならない。ありがとうございます。